はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、はい、ちょっと俺の気づかぬ間にお知らせが、すいません遅くなりました。はい、来週並木の交換所ですね。はい、金曜じゃないんですね、お知らせね、すいませんまあちょっと帰ってきたの遅かったとかもあって、ちょっと全然見れてなかったんですけど、はい、交換所でございます。で、こがちゃんを、まあ、45にしましょうっていう感じのイベントかと思います。はい、こがはるか登場と書いてありますのでね。はい、まあまあまあ、大方のというかね、まあ安牌の方の、はい、感じで来たようでございます。かわいい。まあどちらかといえばこがちゃん派なのか、いや俺去年ひかりちゃん派っていう気がする。まあいいや、どっちもいいや。はい、どっちもいいやってわけで、多分俺多分なんつったらいいんだろう、どっちも好きです。はい、ひかり派の時とね、こが派の時とね、いろいろあるんですよね。読むと変わるタイプです。はい何の話やっていう。はい、でシール集めて交換しましょうという感じです。またプライオンとかで PRR 集める感じなのかな。前挑戦状とかそんな感じだったよね。うん、まあどういう、まあ、普通に5枚くれるのか、まあ PR とか集めてくれっていう感じなのかわかんないですけどね。はい、でシールが、この新メ H2 メンツ持ってると、量増えますよっていう感じみたいです。はい、図鑑登録で効果発揮です。はい、まあ、あとはまあどんくらいの割合でくれるかって感じです。なんかサクセスとかでいっぱいもらえたりとか、なんかその時によってね、もらえる量、パワーチャレの時とでいっぱいもらえるとか、なんかよくわかんないですけど、はい、あるけどねって感じです。で育成応援で、サガバーリス友沢来てます。はい、まあ、俺バーリスもサガも持ってないんで、引くのありっちゃありなのかなって感じではあるんですけど、まあ、あとお休みも欲しいし、フランケンも解放したいし、まあまあまあいるっちゃいるんですけど、まあタイミング悪いねまあ来週ちょっと様子見てって感じかなとは思うんですかね。こんな感じです。どうしようかなと思ってます。はい、あ、これやんないとね。でまあガチャ解説はまた後でやりますけど、はい。で、あれよね、なんか、これがだいぶやばいんだよね。山登り、どうすんこれ。治ってんのも。もう治んないまま終わっちゃうのかな、これ。ちょっとよくわかんないですけど、ランキングだいぶ変わっちゃうよね、これでね。なんか不具合っていう感じなんですけど、どうするのかわかんないですけど、はい。で、なんか招きとカロバーが30個、はい、来てます。で、使った分も変え、あ、石150個、お詫びしますよっていうことらしいです。はい。そうですか。え、だからこれどうしたらいいのこれは。もうランキングはもうこの不具合、まあ、みんな不具合だから、みんな不具合だから、不具合ランキングで、ハゲゾーもらえるよってことなのかな。ちょっとわかんないんですけど、不具合ランキングでいくのかな。不具合ランキングで行くのかな。なんかランキングに関して何もないんですけど、実際の運用ルールに準じてイベントを継続さ、どういうこと。実際のってことは不具合マウンテンで行くってことね。不具合マウンテンで、あのランキング報酬配りますよってことね、ということでございます。はい、すごいねすごいですね。はい、それは大変です。は
大変ですね。サックスペア大変ですということで、はい、まあ、安定のね、まあ、なかなかあれだよね、いつもよりマリと大ごとよね、うん、まあそんなに何か燃え上がるほどのユーザー数がいないからいいものの、うん、これ人気コンテンツだったらちょっと大変なんじゃないかっていう気がしなくもないんですけど、はい、まあ、とりあえずね、来週はコガちゃん集めて、うん、まあ残りの期間は、不具合マウンテン、はい、やれる限り頑張っていけたらなっていう感じでございます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。皆さん、ピースの一日をお過ごしください。バイバイ。